大丈夫かい？ベストショット。これ撮るの大変だったんだよ。なんか人いっぱいいるしね。ところでさ、君はどっから来たの？未来。偶然だね。僕も未来から来たんだ。え？ついに始まるね。なんかこうやって同じ時間とか同じ場所を一緒に共有するだけで、なんかたまたま居合わせただけなのに意識しちゃうことってあるよね。僕はシン、君はリカだね。え？なんで私の名前を？はあ、偶然かな。あなたも未来から来たって言ってたけど、一体どうやって？まさかあなたも時間を遡ってきた？はあ。でもなぜ私の世界に？その答えは君が知ってると思う。僕だったらギリシャのオリンピックを見に過去まで遡るかな。それは無理。現在がここ。私が来た未来があそこ。本当なら今日のために世界中からたくさんの人が来るはずだった。だからここにいる人たちは世界中に東京2020を共有するためにいろんなデータを配信した。それ以降膨大なデータが蓄積されて現実を完全に再現できるようになった。ゼロによって私たちは自由に過去に遡ることができる。でも今日より過去には遡れない。ここも僕も全てデート。僕だったらギリシャにだって行けるよ。タイムマシンでも作る気？作るのは僕じゃない。作るのはリカだよ。これレプリカだよね。この感情はオリジナル。
マザー？これ遺伝なんだ。ん？あざがそんなにひどい？うん。いや、なんでもない。もうすぐだね、開会式。すべてが完璧。あなたに会えてよかった。この日が来ることだけを考えてたからね。もしかして私が来るの待ってたの？そうだよ。延期になったり無観客になったりしたけど、その度にたくさんシミュレーションして君のことだけを考えて。僕はできないよ。何？何でもない。まだ気にしてる？何を？キス。わからない。本当はこの音楽とこの写真がきっかけで私はここに来た。僕は君に言われてここに来た。私に？そう、本当にリカ、ありがとう。なんで遠ざかるの？君はここにはとどまれない。どうして？ここはゼロでしょ。嫌だ。ここには私が求めた全てがあった。リアルでもデータでも関係ない。私はここで過ごした全てをオリジナルにしたい。
シン。大丈夫かい？ここに来てこんなに自分を抑え込めなくなるなんて思わなかった。また会える？もちろん、未来で待ってるよ。帰る前に少し一人で見てみたい。